はい、文化庁の補助金の申請の画面に入りました。補助金申請についてですけども、私の場合はですね、事業は三味線とか民謡の活動ですね。で、2つ目、事業の目的と活動内容ですけども、地方大会舞台の参加が目的であり、慰問活動が目的であり、活動内容はこんな同じですね。地方行事への、地域行事へのゲスト出演、それから指導育成がありますね。で、実施期間は私がお稽古を始めた時から、できるだけ長い間やりたいと思ってるんですけどもね、終了の時までということになります。で、 ICT の活動がない取り組みについてですけども、私が選んだのはね、事業内容で2番ですね。1番の国内外の観客参加者等の回復開拓を入力する、これなんだろう、こういうことなんだ、その場合は活動の継続だよね。活動の継続再開のための講演の準備なんで、2番を書けばいいかなってことですね。で、3番は違いますね。で、なんだろうね、ここですね。新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに即した取り組み支援ということで、2と1の取り組みと合わせて行う各仕事の新型コロナウイルス、これは自動計算なんでさーっと通ればいいですか。で、それを前払い希望するってことです。私、今回の事業で40万ほど使おうと思うんですけども、最大で20万の補助なんで、20万が申請できるということになりますね。で、希望すると。で、銀行口座書いて、特にアプローチする書類がないんで、これで宣誓書を読んでですね、宣誓書を読みましたんで、今で、プリントアウトして録音までしました。で、申請をしたいと思います。それでは申請ボタンを押しますね。非常に入力簡単でした。ありがとうございます。ポチッとな。はい、一応確認がありましたね。確認ね。確認なんで、一応これね、印刷しておきましょう。ね、印刷と。印刷できたかな？はい。はい、じゃあちょっと戻るで、ここもちょっと印刷しておきましょう。ね、こういうのが大事ですね。印刷してデジタルでもアナログでも記録を取っておくと。で、こちらとこちらで申請ですね。はい、改めてこの画面来ました。これで送信すればいいかなってことですね。送信。はい、補助金申請完了しました。簡単でした。すごいです。だから何ですかね、コミケ活動、同人誌活動されてる方もね、これ同じような形でやればいいと思いますし、それからバンド活動をね、趣味でされてる方とか、ライブ活動とかね、そういうのも入ると思います。まだ他にもほとんど考えられる限りたくさんあると思うんですよ。何でしょうね、文化芸術活動とかね、それこそダンスチームを友達と作られてる場合もあると思いますよ。ダンスのユニフォームを買ったりとか、会場を借りるとか、ダンスの無観客放送をするとかね、いろいろあると思いますんで、多くの方が受けられるんじゃないかなと思います。じゃあ